日本岡山県倉敷市柏島柏島は、岡山県倉敷市玉島地域にある地区である。住所表記上の倉敷市玉島柏島、玉島柏台、玉島雄崎からなる。かつての浅口郡柏崎村に相当する。この記事では、自治体時代の柏崎村についても述べる。玉島地域の西南部に位置し、丘陵部と海岸沿いの平地からなる。 玉島港の西部に位置する。柏島、柏台、遊崎からなる。古来は、北節の長崎地区とともに、東地区の大部分は、同盟の当初であった。玉島を代表する寺院で、領館に、ゆかりが深い円通寺が、地区北東部、長崎との境界付近に所在していることで知られる。東部の玉島港沿岸部は、古くからの集落が続くが、中部の丘陵地には、 大型の住宅地が造成され、南部の干拓地一帯でも開発が行われている。古代においては、和明省に乗る浅口郡橋一号の一部とも考えられている。江戸時代前半頃まで東地区は当初であり、周囲は亀の海や玉の裏と呼ばれる海域で、東西両面まで海が入り込んで、北面には干潮時に日潟が広がっていた。江戸時代に柏島は、 柏東村呼ばれ、備中国松山藩主水谷資料であったが、元禄六年に上風となり、徳川幕府領となった。後に一部が再び松山藩領となる。漢文年間に当時の備中国松山藩主によって、柏東北部で大規模な干拓事業が行われ、阿賀崎神殿が開発された。これにより柏東は本土と陸続きになった。 寛永年間から寛文年間にかけて、柏島西側の南北に長い異例場の海域も、干拓され、夕崎神殿が造成され、対岸であった黒崎村と地続きとなった。後、夕崎神殿は、柏島から独立した夕崎村となる。現在の夕崎には、外浜、西の浦、東本浜、西本浜、東線などの小技が残り、その名残となっている。 この中の元浜は、最初は、塩田として開発されたもので、元六年間の県築地図には、柏島村の枝村の押山塩浜として、記載されている。近代になると、明治10年に、柏島村と夕崎村が合併し、柏島村を新設したが、明治12年に再び元のに村に戻る。1889年6月1日の町村生。 施行時に改めて2村が合併して、柏崎村を新設し、柏島と雄崎がそれぞれ柏崎村の大技となった。1902年9月30日に玉島村に編入となり玉島町へ移行。玉島町は玉島市への移行を経て、新しい倉敷市となり、柏島、雄崎はそれぞれ、倉敷市玉島柏島、玉島雄崎となった。その後、 1980年4月1日に、玉島柏島、玉島雄崎の一部に住居表示が実施され、玉島柏第一の5丁目が成立した。平成24年9月末現在、柏島地区を含む玉島地域は、倉敷 MA に属し、市外局番は086。これは、倉敷市の他地域に加え、筑母郡林島城及び岡山市南区の一部と、 共通となる。全域が、玉島郵便局の集配担当区域にあたる。柏崎村に関するカテゴリー。ありがとうございます。